今日はすごく小さな世界で起きている普段は目に見えない現象をお見せしましょう。実はこちらの牛乳の中で面白いことが起きているんです。顕微鏡を使って不思議な現象を観察してみましょう。スライドガラスに薄めた牛乳を少量乗せ顕微鏡で拡大してみます。覗く部分にスマホを置いて撮影してみましょう。こちらが牛乳を拡大した映像です。何か小さな点が動いていますよね。何これ？決して細菌や微生物ではありませんよ。これは牛乳に含まれている脂肪粒です。大きさはおよそ1ミリの1000分の1、とても小さな脂肪の粒が振動しているんです。この現象は発見者の名前からブラウン運動と呼ばれています。なぜ脂肪の粒がこのような動きをするのか、ブラウン運動をこちらの風船を使った模型で解説しましょう。大きな発泡スチロールの玉が脂肪の粒、周りにあるたくさんの小さな粒が水の分子だと思ってください。水の分子は熱によって不規則に動いています。では水の分子を動かしてみましょう。脂肪の粒に水の分子が何度もぶつかっていますよね。熱によって不規則に運動している水の分子がぶつかることで脂肪の粒が動いているんです。これがブラウン運動なんです。実はろうそくの煙でもブラウン運動を見ることができます。ビーカーに溜めた煙をこちらに流し込んで横から光を当てて観察します。この粒はろうの粒子です。横から当てた光がろうの粒子にぶつかって散乱することで観察することができます。熱によって周りの空気の分子が動き、ろうの粒子にぶつかることで不規則に動いているように見えるんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーね。